年を重ねる美顔は武器となるメイクアップレビューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、今回は、はい、絶対やってほしいね UV 対策について今日は、お知らせしていきたいと思います。はい、この時期になると UV 対策の、動画もねいっぱい出してるんですけども、最近ね特に取材で、こういうねことを聞きたいんですっていうことで取材の質問状がねいっぱい届いた時に、皆さんにね伝えといた方が絶対お得かなって思ったので、動画にまとめてみました。はい、では早速行ってみよう。はい、まず私がねおすすめする絶対やっといた方が、ね、絶対やっといた方がいい UV 対策は、美容の中でも紫外線っていうのは入ってくるんですよっていう話をよくしてたと思うんですけども、もう皆さんね分かってるよって言っていても、朝起きてね、すぐ日焼け止めを塗るっていう癖がついてない方がとても多いんですよ。でも朝ね結構台所からだったりとか、ね、窓際を通ったりとか、あと洗濯物を干したりとかっていうことで紫外線が積み重なって、ね、老化を促進させていることがあるんです。なのでまず朝起きたら顔をね一番最初に洗っていただいて、私はね朝風呂を一番最初に入るんですけども、洗ってでスキンケアやりますよね。そのスキンケアの日焼け止めまでをワンセットとして考えてください。今はめんどくさく、ね、なったら化粧水、乳液に UV 効果の入っている昼間使う用の乳液もあるので、そちらの方使ってもいいし、つけ方としては化粧水、ね、乳液、そこから日焼け止めで UV の下地ってなってくるんですけども、この辺はね一色単になってるものもあるので、もうね時短っていうところだったら一色単になってるものを使っていただいても全然 OK です。はい、なのでまず塗り直せばいいですからね、また出かける時に。だから化粧する時に全部やるっていうんじゃなくて、もう朝起きたらね顔洗ってもうここまでを一回仕上げておく。そうすると窓のね本当に紫外線だったりとか、洗濯もパッと干したりとかっていうところで、朝のバタバタ感、ゴミ出したりとかあるじゃないですか。ああいう細かいところが全部防止できるので、まずね一番最初にやってみてください。はい、ここ大事なんです。積み重なっていくとね毎日のことなのでね、気がついたらシミがって話になってくるので、はい。で次は抗酸化作用のねしっかりね入ってる食べ物を食べていただきたいんですけども、講座とかではね結構生徒さんに栄養素とかこういったものをっていうのをいっぱい言ってるんですけども、覚えられないよと、ね、最初は勉強になりましたって言うんですけど、1ヶ月後に聞くとなんかね忘れてたりとかね皆さんすることが多いので、まずもうね紫外線がね強くなってきたら、紫外線がね強い地区で取れるものね、なので例えば沖縄料理、沖縄料理って豚肉だったりとか、それもね吹きこぼしでよく食べるでしょ全部ね。豚肉ってビタミン B 群がすっごい豊富だし、もう紫外線に対してのトラブルのね栄養素っていうのがしっかり入ってるものも多いし、あとゴーヤ、ね、苦みがあると紫外線からね身を守るために抗酸化作用っていうねファイトケミカルが出てるものなので、ね、ゴーヤだったりとか、あと島豆腐って言って、ね、豆腐がいいっていうのを分かってるじゃないですか皆さん ね良質なタンパク質が、それがもっとギューってギューって入ってるものとか、あと海藻類ね、亜鉛とか入ってると新陳代謝が良くなっていくので、新しい細胞にね生まれ変わるっていうところで役に立つ、もずくであったりとか、本当に海藻類たくさん食べられますよね。なのであんだけ紫外線をいっぱいいっぱい浴びても、ね、肌が綺麗な方多いですよね。山田優ちゃんとか沖縄出身の女優さんだったりとか、歌手の方たくさんいらっしゃいますよね。安室奈美恵ちゃんとか肌すごく綺麗じゃないですか。はい、なのでしっかりね夏になったらそちらの方を選んでいただけるといいかなと思っております。はい、あと目的別に日焼け止めを変えるっていうのもすごく大事です。家の中だったりとか外にね通勤していくとか、あとレジャーでっていうところでやっぱりね紫外線の浴びる量っていうのが変わってきますよね。はい、なのでそこで選び方を変えていくといいと思います。いっぱいね塗り直さなきゃいけないんですかとかってよく言われるんですけども、基本的にはね塗り直した方が焼けにくいですよね。でも家の中で全然ね汗かかないんですとかね、職場もすごく本当近所だったりとかっていうところであれば、汗かかなかったりとか
崩れる心配がない場合は SPF1 に対して20分と言われているので、ね、30ぐらいあるとね10時間ぐらい持つっていうことなので、そんなに普段ね、まあ、目に塗り直してっていう感じじゃなくてもいいんですけども、やっぱり夏場になってくると、ね、通勤、朝の通勤ね、電車乗るまでにもう汗かいちゃってね、ドロドロになっちゃったりとかでするんであれば、2時間ぐらいで塗り直していくっていうところを考えていくといいです。はい、でその時にね、やっぱりこう汗とかね、皮脂に強いっていうものを選んでいくのか、家の中だと私はあの石鹸で落とせたりとか、目安としてね、肌に優しいものとか、ね、そっちのものを選んであげる。で外に行くんだったら、今日はね汗かきそうだなと思ったら、あの水に強いとか、ね、汗に強いとか、あと皮脂に強いもの、レジャーに行くんだったらもうちょっとね、あの肌に負担かけてももう防御してくれる率がすごく高いものというところで選んで使い分けております。で最近ね、お気に入りな感じのね形としては、家の中で体に塗るのはこのミノンの UV マイルドミルクね、こちらの方を最近使っております。でここから顔の方は&Bの UV ミルクの方、2つともあの紫外線、吸収剤が入ってなくて石鹸で落ちるって、ね、いうもので、結構ね SPF はちゃんと50あってっていうことで、しっかり、守ってくれるっていうところで信頼してます。で、まあ、外に行っても大体、まあ、あの室内で仕事をしますっていう時はこちらですね、カネボウのね、ベルオブデイっていうところで、すごく夕方になってもね、このシワが気になりにくいというところで、あの水分がねしっかりね保ってくれるってことを気に入ってます。でこれと下地としてアネッサのベーセラムっていうところで、2層式なので汗とかね皮脂とかに強いっていうためで、こちらの方を組み合わせていくことがあります。でここで、あの目のね周りのこのクマだったりだけをクッションファンデーションの時もあれば、クリームファンデーションの時もあるし、まあ、そこはね、あのお洋服に合わせたテイストでちょっとねファンデーションを変えたりしてます。はい、でそこから外行く時だと、私はなんかさっぱり、あんまりベタベタするのが嫌なので、こちらのビオレの UV アクアリッチアクアプロテクトローションっていうのを使ってたりします。あと、ね、皆さん、あのさっき言ったように2時間ごとにちょっとね塗り直しっていうところで、カバンに入れてるのがこちらの方ですね、サバ&カンパニーの方のこのスティック状の日焼け止め、これをねささっとつけることがあります。でも朝はちゃんとねこういうクリームでしっかり膜を作っといて、ちょっとね気になる時、昼休みにお弁当を買いに行ったりとか、何かねあのちょっと外に出ますっていう時にはこちらの方か、こちらの方、これ去年もね買って使ってたんですけど、今まだ開けてないんですが、よかったのでこれねまたあの買い置きしてます。ちょっとこうメイクのね、仕上げだったりとかって、スプレーですね。ただスプレーって結構ねムラになりやすいので、あのちょっとね自分の手に取ってこうなじませていったりとか、シューってやっててもこうちゃんとなじませていく、手をねちょっと使うっていうところをやってってるんですけども、最近ねスティックがねあるともう手汚れないし楽かなと思って、最近ねどっちかっていうとこっちの方が勝ってます。ただ髪の毛もあの紫外線守りたいわっていう時はスプレーのやつをねつけて、あの守るものも併用しております。はい、でおしょうこさん色が白いですねってこう書いてくれる方非常に多いんですけども、あの本当に私あの色黒だったんですね。で小学校の時はごぼうと呼ばれるぐらいあの真っ黒で、弟と父がねすごい色白だったんですけども、私あの家族の中で一番あの肌が黒くて、ミレニアをすぐ吸収して黒くなっちゃう、色白って言われたことがない状態で生きてきたんですけども、50過ぎてから最近ね色が白いですねとか言っていただけるようになったので、はい、あのこういうちっちゃなね積み重ねが今ねあのそういう風になってきたのかなと思っているので、皆さん、ね、もしあのシミ作りたくないわとか透明感のある肌になりたいわっていう方は、今の時期あの今言ったことをちょっとねやっていただけるといいかなと思っております。いろいろ検証しているので、またねあのいろんな動画をご覧になっていただいて、皆さん自分のね、テイスト、自分のね目的に合った日焼け止めをね、しっかり、見つけていただいて、紫外線から守って、ね、美肌になっていきましょうね。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、登録ボタン押していただけると
本当ね、ますます本当にやる気出ます。はい、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。